スルタン巨船は現在 251cm で世界で最も背の高い人物。トルコ在住。元プロバスケットボール選手、農家。2014年8月24日に身長 257cm だったレオニード・スタドニクが死去したことに伴い、世界で最も背の高い人物となった。 2010年版ギネスワールドレコーズにおいて236センチメートルの頬基準と変わって世界一の超新男性に認定された先端巨大症患者1982年マルディン生まれ2002年から2003年にかけてターキッシュバスケットボールリーグのガラタサライ SK と呼ばれるチームに所属した現役時代バスケットボール選手の中では 世界で最も高い2 4 2トル、体重1 5 5ラムという記録を持っていた。背中の手術後、非公式で測定された身長は歴代選手最長の2 4 7トルだった。病気のため成人後も身長が伸び続けたが、放射線療法を続けた結果、2012年には成長が2 5 1トルで止まったと報じられた。 2013年10月に10歳年下で、身長 175cm の女性と結婚した。ありがとうございます。